薄墨桜は1500年前、慶太天皇が皇位にお付きになるため寝王を去られる記念としてお手植えになったと伝えられています。ここからは標高1617メートルの能合白山が眺められます。この山は岐阜県本巣市、揖斐郡揖斐川町と福井県大野市にまたがり、白山信仰の山として知られています。高さが 17.3 メートル、幹回りが 9.4 メートルあり、日本三大桜の一つに数えられ、国の天然記念物に指定されています。この桜は、薄いピンク色のつぼみが満開になれば、白に、そして散り際には淡い墨色になるため、薄墨桜と名付けられたと言われています。